お疲れちゃんです。ラットです。お疲れちゃんです。焼き鳥です。はい、ということで、はい、焼き鳥とのコラボ動画なんですけど、はいはいはい、初実写かな。初この実写でこのなんかちょっとねちゃんとしたねコラボ動画やってくれると思います。はい、というわけで今日まあ何しようかなと思いまして、うん、何するの。まあ、元チームメイトとして、うん、まあ、ここしっかり分からせておかないといけないなと思い、まあ、BO3 ガチ。本気もう。ガチ？プロの本気も何もない。何も背負ってない。ただのガチバトルを今日やって、まあ、僕は気分良くなろうかなと思います。いや、まあ、俺が勝つけどね。舐めてもらっちゃ困るよ。で、まあ、いつも番なしだから結構こういうの。今回は番ありでやりたいと思います。そう、もう。大会ルールというか。そう、大会ルール。まあ、番ありだね。BO3。はい。やりたいと思います。なるほど。僕ガチだから、ただのガチはただただガチだもん。面白みはない。なんなら無言になっちゃう。やりづらいやりづらい。でもね、まずバンカードか。もう俺は、うん、決めてる。まだそう言ってない。何をバンカー言ってなくて、今から決めてる。まあ、1分ぐらいで。ちょっとやってくんで。で、決めんの。あ、オッケーオッケー。いいよ。え？いや、俺決めた。でも俺決めてなかった。決めたね。決めたって言ってた。うん、いいよ。はい、せーの、プリンス。プリンスと三種か。なるほどね。ああ、なるほど。で、僕は今、ちょっとデッキをこんな感じで準備してるんですけど。ああ、なるほどね。そういうことね。僕、結構、公式戦でも、プリンス1っていうのを結構してる。結構大事な場面でっていうわけではないですけど、意外と、まあ、自分を通すのにとか、結構攻めでね、プリンス1する感じですね。というわけで、勝ちに本気でいってる。公式戦と一緒ぐらい。俺も三種子大嫌いなんで。でしょうね。もうさよならっつって。よし、まあこんなのだったら何使っても勝てそうだね。よし、というわけで、まあこれでいきたいなと思います。よし、やば、全く緊張しないけど、ふぅー、ガチで勝ちたいと思います。無言で鼻欲しいんだよ、むくむ。町ですか。ほうほう、あ、町ですか。まあ、焼き鳥が待つってイコールクロスはないですね。あ、なるほどね。ちょっとやっかいだなぁ。ちょっとやっかいだなぁ。マジで人気か。ふぅ、ふぅ、何がやっかいだ。ふぅ、しっかり入ってるよ。ふぅ、え、顔めがぐいってんの。うそや。ふぅ、あー、いやー、勝てそうっすね、やっぱ。だるい、だるい。やっぱ勝てそうですね、やっぱ。いや、油断してると。いやいやいや、油断してると。いやいやいや、全然全然。あ、大丈夫ですか、それ。あー、まあ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 、ラバですね。焼き鳥結構クロス動画とかクロス使いとか言ってますけど、正直一番ラバ使うっす、こいつ。これ、言ったらいけないですけど。ラバ大好き。こいつ一番ラバ使いますね。あー、なるほど。いや、だるいなー。自然にインドラ。これ、どうかした。どうかした。やっぱり好きそうなやつやな。おぉ。まあ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 。ここは頑張ってもらって。頑張れ、頑張れ。あ、出た。これ焼き鳥、対空3枚のやつだ。ベビーメガゴー、インドの対空3枚のラバーっすね。焼き鳥のラバーなんか他の人と1枚なんか違うんですよ。ちょっと変わってるラバーっすね。だよね。あ、やばい。ちょっと、いて。あー、タルイキ。え？もう絶対これなんか違うじゃん、なんか。なんか、あー、あれだ、30指番で、ないからっていうやつだな。なんか中身がなんかないからいじってるっていうやつ。ちゃんと番を生かしてますね。やばいやばい、待って待って、やばい、マジで負けたくないんだけど。ほんとに。マジさ。めごんで勝ちってたわ。オッケーオッケー。あれ早くないですか？まだ20秒ありますよ。大丈夫ですか？さあ、ラバ得意だね、知ってるからさ、あれ？ちょっとちゃんとラバに自信あるやつで行ったんだよ。やばいっすね、ラットさん、まだまだ。
まだまだないっすね。まあまあ、なるほどね。まあ、美容すぎだからね。そう。まあ、なるほどね。たるゆきにしてんだ、一個。え、たるゆきだったよな、今。たるゆき。だよな。なるほど、なるほど。なるほどね、そういうことね。うん、そういうことね。なるほどね。よし。よし。あ、ほんとにこれ負けたらやだな、ほんとに。ほんとにやだ、ほんとに。申し訳ないけど、二立てで決めさせていただきます。ほんとにやだ。喋んな。俺も喋んない。無言動画になっちゃうけど。マジの無言動画になる。まあまあ、とりあえずのね。リガー、ラバホリーか、ラバホリーしかないよね。はい、ラバレッド、ウェイウェイウェイでしょ。まあまあまあ。まあまあまあ。まあまあ、ラバレッドっぽい、ぽいっちゃぽいですね。まあ、わかんないですけど。なるほど。なるほど、もう分かったら別に。ああ。えいえいえい。びっくりするね。苦しい苦しい。言うてこっちも苦しかったわ。なんのね。こっちも苦しかったわ。ああ、なるほどね。ああ、わかった。わかった、なるほどね。リガポイですね。まあ、リガポイ対スケラみたいなのがありますね。ほいほいほい。思ってないとなんで入ったんだろう。結構、よしよしよしって感じだったね。うん、まあ、俺、スケラしっかりもう、もう、愛が違うね、スケラに対して。いい場所出てきてたわ。もう、いい感じの中に出てくるようになってるから、俺のスケラたち。は？なるほどね、そういうやつね。そういうやつね。あー、鍵がだるいなこれ。おっ、メガゴパーン。まあまあ、でもね、前の火砲によって一発しかいなくなった。お、待って、俺の気をつけなんか生きてる。活躍しすぎじゃない、そいつ。やれ、必要以上の活躍してるけど。まあ、ちょいだるではあるけども、なるほどね。しかもこれターゲットが首にいってるんだよ。お、待って待って、マジよ。待って、思ってる。これなんでかわかる？俺もわかんないけど。わかんないみたい。ラッキー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 。やば。え、今そう、なんで？なんで？首に後から入ってったのに。それロリババも別に転がしてない。ムートがいい感じに処理してその場にいるスケラを、その場に何もいなくなってタゲをムートが取った。いや、ワンチャン。あれ、何そのトレード。いや、もうワンチャンしかないんだよ。え、ないんだよ。遊んでる。よし、よし、なるほどね。まあまあ、スキラ大好きやな。そういうことね。なるほどね。なるほどね。まあ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 。まあ、なんとなくわかった。なんとなくわかった。よし、よし、いや、僕はもうわかったんで。よし、一日目、今、ちょっと、ついて、ラスト。よし、え、これマジで。待って、こうだ。集中。いけますか。やば、何も喋ってね。ただただガチ試合。だから話になって。まあまあまあ。タルババね。ほうほうほう。まあまあまあ、まだミラーデッキの可能性あるやし。まだミラーデッキの可能性ある。あれ？ミラーズあるな。なんなら。なんならミラーズある。なくはね、普通に。あ、ちょっと下手だった。ユーノが走んなかった。ユーノなのに無能。え？ユーノなのに無能ってどういうこと？ユーノ。ああ。有能だから有能、有能なのに無能。やっぱ大丈夫っすよ、そのおもんないダジャレ。大丈夫、俺のチャンネルじゃないから。おわよくないぞ。よくないぞ。逃げろ逃げろ。ベビ先行。ああ、惜しい。なんか辛そうじゃない。言うて言うて。
タロ、嘘でしょ、嘘でしょ。グッドゲーム。ごめん、転がした。来た。なんだそのデッキは。来た。そういうとこあるよな。なんだそのデッキは。すぐおもちゃみたいなデッキ使うやん。いやー、え、こっから勝てる。ビオ3動画ガチの今大事な部分だけど大丈夫これ、あっさりあっさり終わっちゃってるけど。いや、勝てる。勝てるよそれ。全然勝てる。俺じゃあもう言っといてあげる。いや、全然こっからだね。いや、こっからだわ。グッドゲーム。よし、ちゃんとね、ペッカの後ろにエリキをつけてあげると、このペッカ対決もね、結構いい試合なんで大事ですね。あー、でそこのエレキにタルバを転がして、僕が開い、あのね、エレキを延命することも分かってのライトニング、うまいですね。ちょっとふぅ、いけいけいけ、おぶね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 、ワンチャン、ラストチャンス、ラストチャンス。同じダメージ与えれば折れる。与えないでくれ、お願い。うわー、出たよ、出たよ、それ。くっそー。頑張ってー。くっそ。うわー、届かねー。マジかよ。いやー。最悪や。くっそ。そういうこと。やばい。こういうこと、マジで。いやー。マジで言い訳したいことある？言い訳ねえよ。マジか。だけでもうね、圧倒的分からせの、くー、これもう格差ある。ラッと焼き鳥、ラッと焼き鳥。いや、まあまあまあ、まだ分かんないからね。まだ分からない。分かんない、もう分かった分かった。はい、まあね、今日はちょっとあの特に何も喋ってないですけど、うん、こういうねガチっぽいのもね、久しぶりにはちょっといいんじゃないかなと思いましたね。あんまりないからね、はい、まあでも圧倒的に僕の方がやっぱ強いってことが証明されたんで、僕は良かったなと思います。はい、で、今日コラボ動画を焼き鳥のチャンネルでも撮るんで、まあこれの後で撮るんで、ぜひそちらの方ね、うん、一応ね、僕がちょっといいところあるんで、ぜひそちらも見に行ってください。概要欄にチャンネル貼っておきます。というわけで、こんな感じで終わりにしたいと思います。ではバイバイ。